西山さん、やっぱりね、継続は力ともでも言いましょうか。いろんなタイトルでいろんなテーマの動画をね、短めにたくさん作っていただきました。今日はですね、アイロテックパワーラック HPM レビュー高重量対応ということで、パワーラックのミスター M さんのグッズ紹介をしているパート1があるんですけども、こちらの方のね、再生数が1000を超えているんですよね。まあ、なかなか93はいいなと思います。パワーラックをお考えの方っていうのは、このね、感染症が流行ってる時代にジムに行けないんで、これを機会にホームジムを作ろうと思って、パワーラックをね、買う方って結構増えたみたいなんですよ。その中でどんなパワーラックがいいかなとかね、自分の買いたいパワーラックのレビューは何かないかなっていうふうに、こうやってパソコンで探してる時にミスター M さんのその動画をね、待ち構えていた動画にストライクしたと思うんですよ。いや、良かったですね。やっぱ時代がこうやってね、追い風になっていくというか、ミスター M さんはコツ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 動画を作っていた。でも世の中の変化によって、その際立つね、動画ってものがこうやって浮き彫りになってきたということではないかなと思います。まあ、そういった感じでね、全ての活動っていうのはいつ花開くか、これは本当にわからないんですよ。そしてですね、どれが花開くかわかんないから、どれもやらないんではなくて、可能性を見出して少しずつ少しずつこうやって積み上げていくこと、すごく大事なんではないかなと思います。該当の動画はですね、説明欄に入れておきますので、ご覧いただきたいんですけども、まあ、パワーラックがね、なんで、この、なんですかね、アイロテックのパワーラックがなんでいいのかってことを5つにまとめてますので、本当にこれ分かりやすいですね。こういうふうなレビュー動画っていうのは、これからもあらゆるところでね、人に見られると思いますので、これからも続けていただきたいなと思います。それでは本日は以上です。